ではここからはおまけコーナーといたしまして、パチンコの刑事を打たれていた方であればもうすでにおなじみだとは思うんですけれども、こちらのパツロ花の刑事にも裏ボタンというお楽しみ演出というかお楽しみ機能というかそういったものが多々存在します。それらをですねこれから紹介していきたいと思いますので、ぜひ、これを覚えてですね、俺実はさ刑事をちょっとした情報知ってんだよってこう友達にこう自慢していただければというふうに思います。それではまずはですね、ボーナス中は通常時のキセル演出での裏ボタン、こちらをですねご紹介していきたいと思います。それではですね、ボーナス中、まあこれ通常時も同じなんですけれども、このキセル演出が発生した時に刑事のキセルのタイミングに合わせてボタンを叩くと刑事が笑う時があります。これ刑事が笑えば、まあ、通常時であれば何らかしらの当選が、そして、ボーナス中であれば7揃いがそうもらったぞというような状況になりますので、まあ、ちょっと成功するまでやっていきたいと思うんですけど、ぜひですね楽しみ、このタイミングも結構面白いんで、おーいた、おーいた、来ましたね。しかもこの虎のランプ、虎ランプまで点灯する、この状態になれば7が揃う。これちょっとやっぱ一足先に分かりますし、何よりこうちょっと達成感も味わえる、ぜひ挑戦していただきたい裏ボタンですね。続きましては連続演出中の裏ボタンについてご紹介していきたいと思います。基本的に4部将の連続演出なんですけれども、最終ゲームでカットインが発生する可能性があります。ちょっと見ていきましょうね。これですね、この時に、液晶の指示に従ってプッシュボタンを押すとこういったようなカットインが発生するんですけども、この時にさらにマックスベットを連打することでこのカットインが原画カットインに昇格する可能性があるという形になっています。それでは早速やってみましょう。おお、これですね、この原画カットインが発生すればもちろん勝利という形になりますので、ぜひですね1回目のプッシュボタンで、今のなんか特に小カットインだったんで期待度あまり高くないカットインなんですけども、そういったカットインが出ても諦めずに連打してみるのも面白いと思います。この末盛の城守り抜いてみせる。さあお次の裏ボタン演出はねじりマニア必見です。この修羅の時中限定の裏ボタンになるんですけれども、レア役成立時の第3停止ボタンをねじ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 と、まあ、大体3秒以上ぐらいですねねじると何かが起こるということなんで、早速ちょっと挑戦してみたいと思います。お、レア役だと思ったら第3停止をまずねじるのを忘れずに、そしてねじった時はですね、まあ、大体秒数3秒ぐらい数えればいいんですけど、3秒経ったかなと思ってから2秒ぐらいあえてねじってみると確実です。ではいきますよ、1、2、きたー、トラフラッシュいただきました。気持ちいいですね、これいいですよね、自分だけが分かる至福の瞬間、最高です。はい、というわけで今回は3種類の裏ボタンご紹介させていただきましたけれども、実はですねまだまだ裏ボタン随所に隠されておりますので、それはぜひですね皆様の手で探し当ててみてください。